かっこいい。うわー、塩、塩かぶっちまったよ。おはようございます。おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。今日は8月11日日曜日。ここは4泊目、4泊目、道の駅上の国文書です。昨日は暑い中、上の国の遺跡巡り的なことをしました。今日はもういい加減頑張って進みたいと思います。昨日夜食べようと思ったけど残したアジフライ、アジフライ、しらす、きゅうりの漬物、冷ややっこ、ちょっと焦げたけど土鍋ご飯、このお焦げが美味しいと思います。それではいただきます。石崎漁港トンネル。へえ、石崎漁港トンネル。どんなトンネル？海のトンネル。海にトンネルが、うん。へえ。あれ？船が通るトンネルなんてあるんだ。楽しみ。お邪魔していいんですか？歩いて行ってひかた止まり岬。すごい気持ちいい。
ここら辺で止まった。あ、向こうが止まってくれた。ありがとう。ありがとう。船子小学校。庭先の邪魔いたします。無理だ、無理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 しない方がいいわ。無理、行ったつもりになってよ。ダメだわ。右方向です。続いて左方向です。右方向です。ここ右方向、うん、うーわうーわ、なにこれ、やばい景色。およそ300メートル先、目的地は右側です。これ景色やば。すいません、すいません、こっちの車でごめんなさい。うーわこういう景色。何ここ。とんでもない。とんでもない景色。目的地は右側です。お疲れ様でした。逆に怖。ここ止まったらいいんじゃない。ここいいわ。すごい。逆に下まで行かない方がいいよ、これ。これ崖に、一番向こうに大きな海の小学校か、崖に垂直に立ってんだよ、家。すごいね。あ、お年寄り。すごい漁港。なんかね、すごいね。ここはすごいわ。ここはすごい。一度はいらっしゃいって感じ。最高。で、ハンマここはどこかと言ったら、
白神岬展望広場に来てます。海水浴してる人もいるし、うん、車中泊してんのかな、もしかして。目的地は右側です。お疲れ様でした。おぶにゃよ、あ、ガンするよ。うん、ガンするおぶにゃ。白神岬展望台。函館。電車通りを走ってます。電車行っちゃったわ。いや、ご旅行ひどかったね。ひどいったら失礼だ。混んでた。コナン君ブームで、コナン君のスタンプラリーすごかった。もう20人も30人も並んで、うちら100名城のスタンプ、スタンプを押すのにすごい並んじゃった。すごい並んで、あれパッと行ったらパッと押せたかもしれないね、100名城だけのスタンプ。コナンしか押せない。コナン君と100名城両方なんか押してたんだよね。でもまあ順番だからな、日本人は順番守る。お、あそこでみんな回ってる。ひょひょーん。そうね、さすが観光地。おお。なんてことでしょう。なんてことでしょう。電車に抜かれた。ラッキー、ラッキー。電車と並んで仲良く走っちゃったね。おお、電車ヨタヨタして走ってる。ヨタヨタしてるけど大丈夫ですか、あなたは。およそ300m先、右方向です。わお、わお、わお、わお。電車怖っ。もういいんじゃないか、曲がれる。右方向です。わお、お、とい。じゃあまた後でね。後ででいい？お、来たわ、来たわ、電車くん。そうだ、犬川温泉行き。向こうからまた電車来た。すごいね、混んでるからバンバン電車走ってんだ。観光に便利だよね。ただ確か湯の川温泉から離れてんじゃなかったっけ。
の川って。なんか昔乗ったけど。歩いたよね、だいぶ。自分たちのホテルが遠かっただけなんじゃね。おお、向こうから電車やってきた。なんだこれ、マックスバリューの人たち。八ヶ瀬。本当だ。マックスバリューの人たち。もういいな。ね。旧都市線潮首橋。日浦ドーム。すごい波、波。およそ200メートル先、目的地は右側です。通れたもん。前に通り抜けてきた。うち 3.2 だけど。3.1。真ん中走った方がいい。バス走ってたよね。わー、暗い。かっこいい。目的地は右側です。お疲れ様でした。ありがとう。うわー、すごい、すごいぞ。海水。まだずっとあるからね。ナミさん、どうか来ないでください。あとはすれ違えられる。確か。あと1個2個だと思います。すごいね。でもちょっと洗わないとやばいかも。塩かぶっちゃったから。すごい道、やばい。すごい、ちょっとそこ撮りたい感じ。止まってくれる？ここで止まって、お願い。だってあなたこれもそっち取って、かっこいいわ。すごいね、波。かかっちゃった。いや、すごいね、すごい波。台風来てるせいかな。すごい波。おお、かっこいい。怖い、もう怖いぐらい波は。
待って。よし、これで終了。はい、お疲れ様。あー、びっくり。あれ、Aさん。Aさん？うん。裸のあの火山。おお。かっこいいすぎる。こんばんは。こんばんは。JB ダベサチャンネルです。今日は8月11日日曜日、3連休の世の中は3連休の真ん中、私たちは365連休の真ん中常に真ん中完全リタイアしたんで365日連休です。今南かやべの、うん、道の駅にいます。すごいトイレ綺麗、静か、車中泊かなと思う車が今のところ4台です。ナトはエさんも寄ったんですけども、キャンプ場がすぐそばだし、いっぱい車止まってたの で車中泊目的はダメって書いてある、張り紙がトイレのところにあったので、ちょっとやめた、やめました。30分ぐらいかかったんですけど、思い切って、遅くなりましたがここに来ました。正解、大正解だ。こっち、はい、今映っているのはお昼に松前の温泉旅館、あるいはレストラン矢野というところで有名だというので、のりだんだん弁当を買って夜食べようと思って、これから食べたいと思います。楽しみ。どうぞ召し上がれ。召し上がる。いただきます。これなんか手で積んできてる海苔なんだよね、あれね。あ、2段になってる。うん、うん、おいしい。おいしい。おいしい。変わっちゃう。これ2段海苔、2段。いいね、こっちから見える。うん、これどれ、うん、うん、うん、これ。あ、ほんとだ、海苔2段。すごい。あ、これでだんだん海苔だんだん。なんかね、海苔の香りが強いっていうの？うん、なんか美味しい。うん、美味しい。もう一回お箸で取って。うん、うん、2段。はい、うん。それでは明日、今日どっから来たの？上の国から、うん、一気に、うん、進んだ。うん、函館は何回も観光してるので、また別な時行こうと思って、うん、100名城のスタンプだけ押しに松前城と五稜郭と、うん、もう一つ函館空港のそばの、なんか縦しのりしのりだって、うん、ちょっと いけど、これこれね、そこのレストラン矢野で作ってるやつなんだよ。あの松前漬け、おいしい。だけって言って途中湯の川あたりで電車と並走して曲がれ、右折できなくて、右折できなくて大変だった、ね、電車の線路が切れるまでまっすぐ走ったんだよね、うんうん、ということで、ずいぶん今日走りましたね。頑張ったね。ということで、明日は、もう一度見たいところを転々して、ちょっと戻るかもしれませんけども、うん、前に進みたいと思います。
それではまた明日。バイビー。